皆さん、こんにちは。岩手県水沢市、現在の奥州市にて、元社会人野球選手の父、大谷徹と、バドミントン選手の母、加代子との間に、次男として出生した大谷選手。そんな大谷選手の通訳を解雇された、水原一平氏の違法賭博疑惑で、世界中に波紋が広がる現在、エンゼルス時代から大谷選手の通訳を務め、韓国ソウルで開幕戦が行われていた前日までベンチ入りしていました。違法賭博の借金の返済に大谷選手のお金が使われた経緯について水原氏の説明が変遷していることもあり、今後も注目は続きそうなこの問題ですが、水原氏は今後これまでのことを赤裸々に語る暴露本を発売し、そのお金で大谷選手に返済するのではないかと考えられます。過去にもこのような手法で暴露本を販売した有名人は大勢います。今回は絶縁したとされている大谷選手と水原氏が今後どうなっていくのか、事件の全貌を紹介していきます。今回の一件は LA タイムズ氏が、翔平大谷の弁護士が賭博疑惑に関わる大規模な窃盗で通訳を告発とのタイトルで掲載した記事が発端となり、ドジャース側が解雇の事実を認めたというものでした。違法とされるブックメーカーにかけるため大谷選手の資金を流用したとして、大谷選手の代理人が水原氏を告発したとされており、連邦捜査当局がオレンジカウンティ在住でブックメーカーを運営するマシュー・ボーヤー氏を捜査する中で明らかになった形です。水原氏はブックメーカーとの違法なスポーツ賭博で借金が膨らみ、大谷選手の銀行口座から少なくとも450万ドル、約6億8000万円が返済されたと報じられています。ESPN の取材を受けた水原氏は当初、大谷選手に借金の肩代わりを頼んだと語っていましたが、翌日には発言を撤回し、借金について大谷選手は何も知らなかったと釈明しました。ESPN によると、ドジャースはソウルで20日に行われたパドレスとの開幕戦後、クラブハウスに選手を集め、疑惑報道が出ると伝えました。球団職員は、大谷選手が自分の銀行口座のお金を借金返済に使われたことを、この時に初めて知ったようだったと話しているといいます。その職員によると、水原氏は立ち上がり、申し訳ありません。謝罪します。私にはギャンブルのトラブルがあります。と告白しました。一人の選手が、それがどうしたの?と聞いたので、球団社長が、大谷がそれを払った、と説明したといいます。その瞬間に大谷選手の様子が、明らかにおかしくなり、ミーティング後に別の通訳を連れて、話の内容を確認しに行ったようだったといいます。ESPN は21日、関係者の話として、大谷選手は初めて、何が起こっているのかを理解し、いくつかの質問を始めたと報じました。この様子から、大谷選手が大規模な窃盗の被害に遭っていることが判明し、捜査当局に告発したと、大谷選手の代理人弁護士は話しています。水原氏の違法賭博や借金について、大谷選手が認識した時期や、返済に関わった程度によっては、今後の影響が避けられないだけに、水原氏の発言が注目されますね。水原氏が全てを語る日は来るのでしょうか。ノンフィクションジャンルの中で一定の需要があるのが暴露本と言われていますが、芸能人やタレントの暴露本の中にはある程度のヒットとなったものもあり、暴露本の需要が証明されました。暴露系 YouTuber として有名だったガーシーも様々な有名人の裏の顔を暴露し話題でしたが、この暴露系には需要がある一方で訴訟リスクもあるジャンルです。このガーシーも常習的に俳優を脅迫した罪などに問われ、被告人質問で正直しんどかった、配信は二度とやりたくないなどと語っていました。ガーシー氏は暴露系 YouTuber になった経緯として、ドバイで生活をしていた際、金を借りていた友人2人から提案されたことが始まりだったようです。まさに金儲けでしかなかったわけですが、暴露本も発売しており、あまりに悪質だったこととやりすぎたせいで罪に問われてしまっていますが、実際大金を稼いでいます。
暴露には多くの興味関心が寄せられ、関連して有名人のスキャンダルはテレビや新聞、雑誌で報道され、しばしば世間を賑わせることもあります。もともと水原氏はギャンブルのトラブルによる借金を大谷選手に肩代わりしてもらったと話していました。そのギャンブルの借金が現在全て返済できているのかどうかも分かりませんし、大谷選手の口座から払われていることに変わりはないため、どうにかして今後お金を作らなければいけないはずです。解雇されてしまった以上、この事件が注目されていることを利用して暴露本を発売し、そこからお金を捻出するしか方法はないと考えられます。今後の水原氏は仮に捜査を受けるとしたら、大谷選手の代理人が告訴しているわけですから、何十万ドルというものを盗まれた、仮に管理する権限を与えていたとしても横領であるということで、横領または窃盗で捜査を受けることとなります。現在大谷選手は水原氏のインスタグラムのフォローを外すなど、もう関わる気はないと絶縁状態のようです。球団がバックについた大谷選手は、これからは一切手出ししてくれないでしょうし、水原氏もこのままでは救われません。また水原氏が違法賭博の罪になったら、大谷選手も疑われます。横領扱いになったら大谷選手は被害者ということで無罪、窃盗罪になったらこちらも大谷選手は被害者ということで無罪。一番最悪なのは水原氏も大谷選手も違法賭博罪になった場合です。 MLB では野球賭博に関わった選手、審判、球団幹部、職員等は関わった試合に職務として参加していない場合でも1年間の出場停止処分を受けます。試合に職務として参加していた場合は永久追放処分となります。過去にはピート・ローズ監督が野球賭博に関与した問題で1989年に永久追放処分を受け、1919年のブラックソックス事件では8人の選手が永久追放された例があります。ア・リーグの球団関係者は、誰からも愛されクリーンな印象だけだった大谷だが、イメージダウンは避けられないだろう、特に米国ではマネーについてはシビアだと言います。日本でも大谷選手は金融機関をはじめ化粧品メーカーなど多くの大手企業の広告等を務め、今年の副収入だけで100億円に迫るとの試算もあります。さらに別の MLB 関係者は、大谷選手の精神面に及ぼす影響についても言及しました。大谷の語学力は年々上達しているとはいえ、一平とはテレパシーが通じ合うかのような関係性を保ちつつ、プライベートも過ごしてきた。極力ストレスを減らし野球に集中できる環境を整えてきたのは一平のおかげでもある。それが開幕直後に環境が変わり、長いシーズンを考えて一から関係性を築いていくことは簡単なことではないだろう。通訳の代役は編成部で選手の育成やデータ分析に携わるウィル・アイアトン氏で、かつて前田健太投手、タイガースの通訳も務めました。しかし一時的な措置で正式な後任は今後選定される見通しです。そして水原氏の解雇は大谷選手だけでなく、マミコ夫人も無関係ではないと見る向きもあり、別のア・リーグ球団のスタッフは、ワイフも米国に来たばかり、一平のワイフは数少ない心の拠り所だったはずと懸念を口にしました。イメージ悪化に環境の激変、通訳問題、そして拠り所、こう証言した MLB 関係者たちは一様に、大谷は何度もありえないことを成し遂げてきた、人並み外れたメンタルで乗り越えられると信じていると口を揃えましたが、騒動の渦中にいる大谷選手本人は21日の試合後には、お疲れ様でしたと4回繰り返しただけで、特に対応することなく球場を後にしました。球団スタッフによれば、すでに水原氏はチーム宿舎やロッカーから私物を撤去しており、居場所は不明と言います。前日20日にはこれまで通り大谷選手の通訳業務を何事もなくこなしていた水原氏は、解雇通告を受けた後、一体どこへ雲隠れしてしまったのでしょうか。相棒に裏切られる形となった大谷選手の今後の動きは一体どうなっていくのか、展開に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。